じゃあ部屋を紹介していきたいと思います。いつも僕がゲームするスペースが、弟に取られてるんですけど、ここです。はい、でまず使ってる PC はの性能は、CPU が Core i9 の 9900KF で、グラボが2080スーパーです。で使ってるメインモニターが VG258 っていう、165Hz のモニターです。サブモニターがなんか DEL って書いてある 60Hz のモニターです。で使ってるキーボードがダッキーワンツーミニで、この使ってるマウスが G プロです。はい、でこのここにある白いのは打つ時用に使ってるイーゲンスです。でいつも使ってるウェブカメラが C922N っていうロジクールのやつです。でいつも使ってるマイクがブルーイエティっていうひろゆきマイクです。じゃあ次は弟がいつもゲームしてる場所を紹介していきたいと思います。で PC が HP のゲーミングノートです。でキーボードがロジクールの PKB001 ってやつです。で弟が使ってるマウスが G502 です。僕のお盛りです。じゃあ次は僕のパピーがゲームしてる場所を、紹介したいと思います。使ってるのは、はい、PS4 です。 PS4 にこのよくわからないテレビです。で、ここのアフロをいつもかぶって僕のパピーはゲームしてます。はい、でここにあるモニターがなんか BenQ の PS5 が来た時でも使えるモニターです。なぜか置いてあります。でこれがなんかよくわからないスピーカーです。でこれがなんかダーツです。ちょっと紙 M を見せます。